アルベさん、なんかまたしょうもないモッド作ってきたんだって今回は鉱石を追加するモッドを作ってきました。おー、いいっすね、いいっすね。この前のモッド結構なんかしょぼいツールだったけど、今回はいいの作れるんだろうね今回はめちゃめちゃいい鉱石があるんで、実際ちょっとじゃあ探しに行きたいと思います。了解了解。じゃあ行きましょう。早速行きましょう。行こう。一旦村行っちゃおうか。ちょっと聞いとって村行くか。ああ、そうだねそうだね。お、鉄、鉄ある。ま、鉄が5個っすね。あ、5個か。1個鶴橋作っちゃってもいいんじゃない。あ、でも出てくるか。あー、どうしよう、ちょっと探索してからにする。あー、なんか新しい鉱石あるならいいんじゃないですか。あ、そうだね。ん？なんか歯切れ悪いなおい、あー、鉄ピ、うわー、ちょっと待ってえ、そんなうまいの。うまボックス見つけた僕今。すごいっすよおい、やったやろこれ入れたやろって絶対入れたやん、こんな。普通に探す感じでいいの？普通に。おっとっと、おっとっと、おっとっと、あー、ちょ、オッケー。オッケー。オープン。オープン。わー、臭い。水性特攻。糸とかいりますか、今回は。特にいらないっすね。なんでこんな多い？あ、でも良さそうな洞窟あるじゃん、これ。いいね、いいね。出てくんじゃね？はっ！ありました。見てきてください。おーおーおー鉱石なの、これは。ピッグオレ。そうです、これが一つ目の鉱石。ピッグオレです。また動物ツールじゃんこれ今回この鉱石使ってエンドラーを楽々討伐と。だってこの前のさ、ひどかったよ。これはどうやって使うんですか？あ、これですね。ちょっととある機械の中に入れると変わるっていう。あ、機械。はい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 。あ、工業系のあれもあるんですね。ちょっとレベルするでしょ？レベルアップしてますね。一応ね、そのマシンを作るのに砂漠バイオームに行きたいんですよね。あー、砂漠バイオームか。はいはい。砂漠で何使うの？砂漠で、いや、はいはい、ね、砂漠ちょっと歩いてみてもらって。歩いてみてもらって、なんか生成されてるってこと？おやってなるものがあるから。おやってなるもの、おやってなるもの、おやってなってもらっていいですか？ちょっともうあったんですかもうあったんですか？どれこ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 れ、水じゃないの、もしかして。あ、色違うわ。エナジーバケット、はい、ここにエネルギーがあるわけですよ。はあ、はあはあははあ、これを今回使うわけで。はい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 。で、マシン作るってなると、あ、これがマシンの何、燃料的な、なんか燃えたけどこれ、あの、落ちないように気をつけてくださいそしたらクラフトしようか。一番下の段、はい、3つ鉄インゴット置いてください。ど真ん中がかまどです。その上にエネルギーバケツを置いてください。上にエネルギーバケツ、はいはい。空いたところにガラス。あー、4箇所ガラス。おお、レストレーションマシン。はい、レストレーションマシンできた。これ置いちゃっていいの？そしたらね、その機械を今度動かす素材がもうちょっと必要なんで、さっきの砂漠の方にもう一回行くか。あー、了解です了解です。粘土が欲しいんですけど。粘土、はい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 。あるじゃん。ちょうどここに粘土です。またやったまたやったでしょそれ。粘土ブロックとさっきのエネルギーバケツをクラフトしてください。おお、ソリッドエナジー。はあ、そのソリッドエナジーを使えばマシンが動かせるので、マシン設置しちゃいますか。マシンのあれってことか。じゃあ村で村拠点にするか。そうだね、あそこの、うんうんうん、おお、いいじゃんいいじゃんそしたら、マシン開いてもらって、うん、おー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 おお、はい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 二つ左側に縦に並んでると思うんですけど、あるある。下にソリッドエナジー。ああ、燃料ね。はいはいはい。で、上にピッグオレを置いてもらって。はい。そうすると、できましたね。できましたね、ピックピース。ああ、これこの前の魂のやつちゃうん、これ。近しいところはあるかな？はい。え、何？え、なんか、
俺使っちゃったもしかして。気持ち悪いんだけど。え、なに今回のまた何なの。今回は鉱石から仲間を増やそうモッドでございます。きっしょ。え、これ仲間になってんの。もう実は仲間になってないです。これは今野生のピックが生まれたっていう感じなんで、手なずけなきゃいけないんですよ。あー、小麦とかそういうので手なずけるためのアイテムの種が草から出るんで、はいはい、狩りに行きますか。あー、マジか。はい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 、行きましょう行きましょう。まあ、雑草ってことね。そう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 、はい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 、ってれば。シュ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 、もう入ってるっしょ。結構出ねえな。あー、ある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 、キブルシードってのがあるよ。じゃあそのキブルシードを普通に小麦みたいに育てよう。あー、なるほどね。あ、じゃあちょうどいいじゃん、村。これ植えちゃっていいの、普通に。どうぞ。おい、おー、いいっすね、いいっすね、はいはいはい、いいね、いいね。じゃあ育つの待とうか。マジで言ってんの。これ最初にやんなきゃいけなかったんじゃないの。やばすぎっしょ。新しい鉱石とかないの。探しに行きますか。豚だけじゃないっしょ、さすがに。あれ、ちょっとこっち来てよ。ん、あー、バカ野郎。危ねえ、危ねえ。あ、あった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 。あ、マジマジマジ。おー、はい、これゾンビ？はい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 。お、はは、羊あって、羊。オッケーオッケー。いいっすね。オッケーオッケー、羊ね。成長してる。でかくなってるよ。取っていいっすか。どうぞ。ん？出てこない？出てこないね。出てこない。出てこない今？もう一回。よいしょ。いいね。よいしょ。来た。いいね。いきます。ほい。おー、このモードどうなってんねん。俺、畑作んなきゃいけないんじゃないのこれ。このキブルなんですけど、後々、結構大量に欲しいっすね。大量に欲しい。じゃあもうこれ、畑作ろうぜ。出しますよ。はい。おー、まあ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 、もう、広げよう。あ、来た！あー、出た！これ？それです。キブル！はい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 。あ、キブル！お、偉すぎ！ 2 個。じゃあ、それで手なずけられるんで、さっきのピックに会いに行こう。おおおお、なるほどね。で、ここで、秘宝なんですけど、はい。手なずけ確定じゃないです。うわー、だるいって。いけるこれ。手なずけてください。あー、ちょ、これ大量にキブルいるじゃん。育てるぞ、キブル。これ順番取ってくよ。オッケー。結構もね、キブルもね、溜まってきてるからね。おい、来た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 。おー、わー、犬みたいについてくるんだ。あ、いいねいいね。じゃあちょっと他のやつも仲間にしようべ。うわ、きっしょ。なんかさ、あれよ、一時思ったよりさ、顔前に出てるね。こいつは戦ってくれるの？実は、戦ってくれるんですよ、はい、このお友達たち。ああ、じゃあ、夜とかはいいけどさ、ゾンビ大丈夫か、これ。俺、殴るぞ、多分。ほら、手を下ろしてるから、この子たち。ああ、そっか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 、普通のゾンビと違うんだ。殴ってるか、お前ら。おい、なんか待って！やばい、痛い。おい、また豚肉落としてるって、こいつ。ああ、殺された俺のピック。あ、まずそれ。これまず。普通にまず。やれ。ナイスナイス。ああ、これゾンビ、僕のゾンビだ。ほら、見分けつかんって言ったじゃん。これ豚がダメージかなんか受けると豚肉落とすんかな。そうっすね。食料要因です。また食料要因なんだ。ゾンビは体力が結構多めに設定されてます。羊が一番問題なんだけど。はい。空中からふわって降りてくる。あー、ほんとだ、微妙に。ちょっと ちょっと待って、これ地味、はい、あと何種類あるんですか。4種類くらい。4種類か。バイオーム限定のやつもいます、ね。バイオーム限定、先そっちのがいいんじゃない。まあ、1個は沼地で、もう1個はお花畑とか、白樺だったりとか。まあそんなレアなバイオームではないか。あれ白樺じゃね。ああ、白樺あった。じゃあ俺沼地探せばいいのか。
オッケー、沼地、沼地。お、来たかい。これの地下を潜ればいいんだよね。あった。あった、ナイス。来た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 。でもこれ俺は俺で掘らなきゃいけないよね。おお、待て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 、あった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 。来たかい来たかい。なんか人間があった。スライムウォールですこれ。おお、それですそれです。ああ、いいね。これ、これも可愛いね。いいでしょ？可愛い可愛い。はい。ああ、来た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 。スライムは何の効果があるの？いやいや、スライムといえばね、倒した時に分裂するでしょ？この子も分裂できるんです。増えるってこと？そういうことでございます。ああ、じゃあ強いかもね。じゃあちょっとこれ、自慢しちゃおっかな、僕の。あ、蜂？うん、はい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 、どうぞ。はい。なんか持っとるって。大丈夫かな？おお、投げてる投げてる、いけ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 、なんか毒になってる。おお、まあまあまあ、あ、強いんじゃない、遠距離攻撃か、毒も出せると。ああ、毒針投げるのか、いいねいいね。見せちゃうかい、ちょっと、うん、やってもらおうかい。8、あ、8死んでね。ねえねえ、僕の8死んでね。ちょっとお前は普通のゾンビじゃん。どっちだ。はあ、ちょっと全部死んだ。ああ、でも見て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 、かわいいかわいいかわいい。ああ、あと一匹になっちゃった。こいつね、好戦的なの。また手なずけないと。また手なずけないといけないの。いや、死んだ。ちょっと待って、おらんくなったって。あと2種類は一応深いところに普通にいるんで。あー、オッケー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 。じゃあそれを探そう。おお、おお、これそうか、ダイヤモンドだーと思う。ダイヤモンドの横行ったら、なんかダイヤモンドの横にスカルが。オッケーオッケーオッケー、スカル3つ。いいねいいね。結構地下深くだよこれ。あ、あ、びっくりした、あったわ、僕の方も。なになになに、スカル、僕の方は牛でございます。はい、オッケー、じゃあ復元していくか。オッケー、じゃあまあまあガンガン復元していこう。はい。あ、まあ、牛だね。おお、待って。よかった。斧持ってんじゃん。はい。おお、ワンパンだ。あ、強いわ。これ強いよ。じゃあ、俺のスケルトンも行こうかな。ほい。おお。あ、でもこいつ弓持ってないんだね。なんか、なんか。なに、こいつ。ビーム射出します。強っ。じゃあちょっと、じゃあこれさ、今こっからネザーだべ。今回でもネザーって行く理由ある？あ、なんかそれ前聞いたな。エンダーアイ、はい、手に入ります。イカバサミ今回も導入しておりますので。イカバサミがあると。あ、じゃあイカですか、倒すのは。イカスミと、ハサミ。お、めちゃめちゃ簡単になってるじゃん。そんなことある？お、できた。ポンポンポンと。はい、イカバサミ。あんたは、エンダーマン。ポチってやってくれれば。あ、ワンパンと。いました、エンダーマン。おいしょー。はい、ヒヒヒ。エンダー1個ゲットです。素晴らしい。なんだこれ。もうこれが一番強いじゃん。まあ、こんなキャラいけるかなー。オッケー、行こう。行きまーす。おい、あ、戻った、あ、戻った戻った、めっちゃ近いんじゃないこれ。近そう近そう。近いわこれ。やばいぞー。ここだろ、でもほらここだ、ここ。オッケーオッケー、よいしょ。今回なかなか見つからんね。見つからんね。あった、はい、はめてください。ポンポンポンと。よし、オッケー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 。ちょっとこれベッド持ってきたから。よし、じゃあ、行きますか。俺じゃあ先入ろうか。何もいないから。向こう見てくるよ。何もいないから、そうか。うん。コウモリいる。おう。まあまあ、道だけちょっとじゃあ作ろうかな。まあ、ちょっと離れてるけど大丈夫そう。あーし、モブの力見してもらおうか。スライム行ったかな？多分。あ、スライム行った、スライム行った。あ、スライム落ちるよ。危ない危ない危ない。大丈夫か、スライム。よいしょ。届く？
あ、オッケー、終わったかな。オッケーオッケーオッケー、よしよし、ナイス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 。じゃあ出そうよ出そうよ。まあ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 、これ今全部っす。オッケーオッケー。なんか敵対、いけ。あー、ちょっとすげえ死んでる。あ、いや、カウカウ残ってる。あ、いた、カウ、いた、カウもやって、カウもやって、いた、俺死んだ。なんかエンダーマンにやられた。どう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 、みんなこれ僕単体の力っすちょっとなんだよこのマット。本当に本当に立ち向かえるのかどうか見たいわ俺。ちょっと一回出してみるね。もうこれで出そう出そう、いかんかったらもうダメよこのモット。おらおら、殴れ。どうだスケルトン、え、お前ら攻撃する気ないか。どうどう、え、え、え、あ、あれ、あれ、あー、ちょっとちょっとちょっと、あー、やめて。あ、嘘でしょ。あ、ビームしてるビームしてるビームしてるから、跳ね返されてる、跳ね返されてる、跳ね返されてるはまずい。牛は近寄れてない、ダメなんか、ビームが。あー、やばい、あー、ダメだ、あー、あー、あー、決めますわ、いけ、きます、ドン。おい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 、跳ね返されてるって。あ、やるぞ、ほら、ダサいって、ほらはい、ナイスナイス。時間かかったな、これ時間かかったな、マジで。はい、というわけで今回は最強のイカバサミのモッドで遊んでみましたという動画でございますいや、やっぱり楽だね、エンド来るの。違うんよ、モブが弱いんよキーブルは時間かかるしさ、モブすぐ死ぬしさ、せっかく手に入れたやつなんよこのモッド。挙句の果てエンドラ攻撃できなかったからな続々と死んでいったわ、牛とスケルトン、あの最強って言われてたモブ2体が次回は、次回こそ頼みますよアルベさん、楽になるやつを、あのイカバサミ級のやつお願いします。はい、動画が面白いと思ったらチャンネル登録・高評価お願いします。 Twitter のフォローとコメントも待ってます。というわけで次回もお楽しみに。バイバイ。